立っちゃったら特番いただけるんでね、冠番組ですよ。やばい、生き抜くことを考えてなかった。池形さんすいませんでした。あ、でもちょっと差は縮まったんじゃない？ねえだろ、縮まった。ウォルにしてこい。中年祭、命を終えてる。始まりました、崖っぷちスロッター応援バラエティー崖スロソー。盛り上がれよ、少し盛り上がれお前。この番組はですね、人生の崖っぷちに立たされている2人が冴えない人生に終止符を打ち、人生の大逆転を目指すパチスロドキュメント番組となっております。そして我々ですね、鬼越トマホークが見届け人としてスタジオで VTR を見させていただきます。いや、正直ね、全く分かってません今、はい、ルールも。だからその V を見て一緒に皆さん楽しもうということになっております。はい、なんだよ、なんだよお前、うっなんだよこいつ、朝から何にも聞けないですよ。何もしてみるの全然。さあということで、まあね、VTR を見てね、僕らも楽しもうと思ってるんですが、VTR を見るとこのボタンを押してこうスタジオにこう降りてきて、わかりますか？見たことあるな。まあ、千鳥さんにはね、勝手僕らが、はい、あの言っときますね、裏で、はい、V 見ましょうか。はい、それでいきます。 VTR スタート。失礼します。お、失礼します。紙あるぞ。誰だ？え、カメラとかの？誰だこれ？え、カメラは？全然知らないな。何？手紙？始まるぞ。はじめまして、崖スロソーへようこそ。突然ですが、正田様にはこれから1ヶ月間住み込みでパチスロの景品交換のみで生活していただきます。軍資金5000枚スタートで崖っぷちパチスロライターの土方さん。失礼します。なるほど。あ、これが土方さん。あれ、意外とイケメンだな、土方さん。明らかに読めってことだもんね。勝者には当チャンネルにてパチスロ、ん？冠パチスロ特番をプレゼントします。特番だー。これマジで。レギュラーじゃなくて1本とりあえず冠の特番を、特番、はい、やんない方がいいっすよ。これは嬉しいでしょ。だってもう3枚対決をすると。いや、テンション低いな、こいちっちゃいな、テンション低いな。よう頑張れお前、フリーでやってんだったら。おはようございます。読んだ手紙。読みました。早速移動してもらうから荷物まとめようか。わかりました。もう1ヶ月現金使わないから財布出してもらっていいですか？あ、これ誰が出てきてる？マジですか？あれ、あれ5000枚で生きてもらう。あれ、この声、財布、この声は募集です。あれ、やさおじ？あれ、やさおじだね。めっちゃうまいけど。いいでしょ。やさおじもう出すぎだから。預かりますんで。はい、はい。はい。はい、2メートル。大した入ってないですね。いや、大した入って、昨日負けたんで。じゃあ、今から移動しますので、アイマスクをお願いします。うわ、すごっ。初めてだ、アイマスクとか。うわ、怖っ。
はい、じゃあ早速行きましょう。ああ、そうだ。ああ、ああ、ちょっと自分の荷物踏んでないと。いや、もう、スイダー方式ね。とりあえず行きましょう。スイダー方式スタイルで。もうちょっと待って、信用できねえよ、この人。はい、大丈夫ですか。何も喋らんやん。あ、はい、はい、はい。足上げて左足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 上げて、はいはい、右足上げて、はい、はい、座ってください、座ってください、はい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 、どうし、はい、人人、え、人いる、誰誰、え、あなたも、はい、捕らえられてますか。捕ら、なんか知らない人に連れてかれましたよ、スーツ着た人に。え、僕も、はい、一緒です。一緒でしゅ。あ、でいい、どうした、どうしたねえ、あなたもってさ、うん、こいつ言ってたよ、庄司、うんうん、でもさっき土方さんって言っちゃってたから。いやいや確かに、その最初から多分名前教えられてる。編集の甘さね。そこがダメ。ちょっと名前絶対教えない方がいいんだから。通しろそこは。違う違う、名前を、あの招待状に書いちゃダメだよ。あの YouTube スタッフだから、うん、だからこんなこともうワンサが出てくるから、これからそのたびに俺らはもう突っ込みますよ、これは。そうつって、このさ、目隠ししてる意味がないんだから。もう不安しかないんですけど。いやマジそうっすよ。マジめっちゃ長くないですか。いい加減つかないですか。そんな遠いとこ連れてかれてるんですかね、僕は、うん、なんか走ってるんだね。全然悲しい答えてくんないですよね。あ、ちょ、やば、急ブレーキやば。怖いって。やばいって。え、これずっとこうなんですよ。これもう、マイマスク外しちゃダメですか。待て、この部位長すぎない、ちょっとね。移動の部位ね。車中トーク3分ぐらいだけど、もうちょっときついもん、俺。きついきついきつい。まあまあ、ちょっと見てみます、すいません。もう、マイマスク外しちゃダメですか。まだダメです。あ、答えてくれた。答えてくれた。ダメに決まってんじゃん。あれなんですよ、僕、はい、車上生活してるんですよ、僕。車上生活、はい、どういうことですか。ホームレスってことですか。あ、違います、車に住んでるんで。はい、の上ですね、一個上ですね。車に住んでるの一個上。あ、ごめんなさい、どういうこと。まあ、ホームレスですね、ごめんなさい。ホームレスですよね。はい、そうです、はい、そもそもどういう、腕組んでる、一緒のとこに住むってことですか。一緒の部屋。確かに、二人で生活するってこと。まあ、崖スロ層は、はい、今のなんでしょうね、崖っぷちのお二人にふさわしい部屋を用意してまして。崖っぷちなんですか、僕。そうです。あ、そうなんですか。自覚なかったですか。あ、すいません。崖っぷちなんですよ、世間的には。僕は自覚あります。で、1階と2階に、お部屋があるんですけど、明らかに2階の方が汚いです。どちらがいいですか。2階汚いの。下でしょう。あ、到着した、やっとこれ。はい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 、一回待っていただいて、次翔太さん、はい、中央線沿い、はい、あれこれ、黄色いやつ見えてる。近いな、はい、俺のペースでいくから。はいはいはい、ちょっとやめてください。うるさい人やもん。はい、お待たせしました。はい、じゃあそれではアイマスクを外してください。はいはい。うわ、眩しい。え、どれ、これ。眩しい。あ、あ。はじめまして、土方です。はじめまして。あ、結構かっこいい。いやいやいや、写真よりかっこいい。見しちゃダメだって。絶対初対面なんないじゃん。そしたら2人が住んでもらう、はい、お家が後ろでございます。振り返ってください。なるほど。こちらが崖スロ層になります。1回か2回かを決める勝負をこのサイコロでやってもらいたいと思います。じゃあ崩れたら僕1回ね。よいしょ。よっしゃ。すごい、なんかやだ。1。転がらないとさ、なあ。ちょっと待って、で、突っ込むとこいっぱいありすぎて、どこで押していいか分かんねえよ、マジで。じゃあ僕の勝ち取った綺麗な部屋を入ってみましょうか。あ、開きましたね。おお、電気めっちゃいい家じゃん。いや、めっちゃいい家じゃん。確かに言ってた通り綺麗かも。そうそう、あれ焼けた、ここ。うわって、ボロー。借金取りにバーナーで炙られてる、これ。久しぶりだな、本当に。あ、だから家久々だもんな。俺3年ぶりっすよ、家車もらえんの。
ちょっと嬉しいな。ファーストリアクション、これ気になるね。すいません、失礼します。うわっ、なるほど。意外と、え、全然綺麗だな。すごっ。うわ、洗濯機懐かしい。冷蔵庫もある。俺、飲み物冷やせるんだ、嬉しい。なんですか、これは。これ、清掃、これ来てやるってことですか。どういうこと。あ、ルール書いてあるわ。ガケスロ層ルール説明。土方様にはこのガケスロ層で1ヶ月生活していただきます。基本ルールは以下の通りです。1ヶ月パチスロを打ち、その景品交換のみで生活。あ、さっきも書いてあったね。で、軍資金5000枚でスタートすると。期間内5回持ちメダルがなくなった時に限り、天国と地獄カードを使用することができる。ん天国と地獄カードってなんすか。何も言ってくれないんですよで、期間終了後持ちメダルが多い方の勝ちと。なるほどね。なんとかなるとは思うんですけど、これ店舗はどこなの。ガーデン北戸高、新ガーデン西浦和での実践らしいで、北戸田島内北戸田ちょっと遠いよ。これ何で移動するんですか。自転車です。自転車で行くのこれ。自転車住んでるとこから。チャリってママチャリ。うわ、結構ガチだぞこれ。本当にスイダウレベルで結構やるやつよこれ。オレンジ嬉しい。翔太喜んでるわ。嬉しいなぁ、オチ。全然汚くないね。いや、ちょっとマジで。いや、綺麗よね。あ、あれ来た。インボー来たぞ。はいはい。さっきの鳥じゃない。うわ、雑。あ、おはようございます。ボス。いやいや、鍵開いてんだ。あれ、なんだこれ。これで渡されるんだ。僕が取れるんですね。なるほど。ありがとうございます。その店舗で、これが店舗の、なるほど。2000枚って軍資金。いいね、なんか。ありがとうございます。このシステム。おい、なんやこれは。ガーデン。打つの恥ずかしいだろう。なにこれ。あんまいないね。これが清掃。これこれ。ああ、これは言うな。これで打ちに行かなきゃいけないってことですか。これ恥ずいよ、だいぶ。ああ、でもいいじゃないですか。うん。かっこいい。たまにやばいお客さんいるから。ちょっと待って。どうしたどうしたどうした。見えないか、お前。大丈夫だぞ。大丈夫なのか。直で見えなきゃ大丈夫だから。お前こいつ直でジャージ着てるタイプだったのか。確かに。確かに。翔太ちょっとこれ T シャツは着ようか。翔太。うん。かっこいい。浮いてるよ。ビンビンに浮いてるわ。浮きすぎだよ。浮きすぎだあれ。ありがとうございます。いやー、もしかしたら打たないかもしれないですけど、ちょっと見に行ってみて状況つかみましょう。ちょっととりあえずね、ホールも見たいし。あ、一回ね。北戸田行きますか、じゃあ。首しか気になるんだもん。タグを取るよ、タグを。いやー、楽しみだ。到着しました、ガーデン北戸田店。1ヶ月間お世話になります。よろしくお願いします。うわー、でっか。えーくー。今日は初日なんで、あ、そう、物資をね、あのメダルで交換したいと思うんですけど、さすがにちょっと素通りはできない。うん。あれ、じゃあ早速ジャグラー打つって言ってる。ジャグラーで、何枚だろう。ちょっと50枚で、うん、ちょっと一発ここバーンって光らして、ちょっと勝ちね、いい物資をゲットしたいと思います。あ、打ち方見て、あ、光ってる。いや、これピカった、ピカった、ピカってるね、ピカってるね。まあ、見せろよ、ピカったところ。最初のファーストペカリだよこれ。初当たりなんだからさ、カメラで見せろよお前、光ったところ攻めてよお前。ペカリは当たり確定ってこと。777、そうです。あとはありがとうございます。多分ね、設定状況としてもそんなに悪くないんじゃない。これちょっとね、データサイトで見れるのかどうかもちょっと分かんないので、なんともね、その台の傾向とか分析できるかまではまだちょっと分かんないんで、
あーちょっと楽しみになってきた。こんなとんでもない企画に参加させられたけど、この状況を見たらちょっと楽しみになってきた。とりあえず生活必需品だけ交換するわ先に。あ、なるほど。ここでアイコスの、あ、なるほど、これで生活する。アイコスかい、このメンソール、はい。まあ、テンションだって悲壮感なさすぎじゃない、ちょっとね。いきなりアイコス買う、いや俺らもさ、こう押してからアイコス買うなって言う前に普通に仕込んじゃったよもう。あと俺らもまだ恥ずかしいわ。何がちょっと待てみたいな感じでやっちゃってるけど、ちえちどりみたいになってる。あとさ、あの下手すぎてね、ちどりさんがおもろすぎて。そうだね、あのこれコメント欄俺らで荒れてる感じあるからね。ちどりのパクリだし全然面白くねえしって。タバコアイコス3箱だけ交換しました。生活必需品は西浦和の方で交換しようかな。すいません、よろしくお願いします。589枚取りました。ありがとうございます。ありがとうございます。北戸田の帰り道ちょっと気になりすぎて西浦和来ちゃいました。いやー、ちょっとジャグラー打ちたいと思います。早速、うん、行こう行こう、うん、パーティーしよう、パーティー。まあ、これでとりあえず西浦和と北戸田のガーデンさん様子はね見てきました。まあ日によるんかもしれないですけど、北戸田がかなり良かったっすね。番長、絆、あとペルソナに関しては下手したら全部なんじゃないかみたいな。で、西浦和に関してはもう結構遅い時間でお客さんもかなり離れてでもう帰られてたんで、はっきり分かんないですけど、まあジャグラーなら多分西浦和の方が良かったですね。こんな感じのことは翔太さんは言ってないと思うんで。ちょっとそこはね、差を見せつけたいんですよね。お笑い芸人には負けてられないっすよ、本職ですから。あぶねえ、22時33分あぶねえ、あぶねえ、ね、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。トイレットペーパーと、あ、トイレットペーパーとかもないんすか。もうマジでゼロから。うわ、マジか、これ結構ガチだね。生活必需品が、恐ろしい企画やね。考えた人ちょっと頭おかしいんよね、多分。こんな番組早く終わってちゃんとした番組やりたいんで、勝っていい番組させてもらおう。よっしゃ、とりあえず今日は風呂入って寝ます。これで初日ってことだもんね。お疲れでした。これ30日ってことですか。これ30日。ああ、これしんどい、これ分かってないね。これクロちゃんでも断る仕事だね。これきついよ、大丈夫。あー、しゃー、ブッシュゲット、ブッシュたちです。タバコ、待て、なんでタバコ買うのこいつらは。分かってない、全然ね。こいつらもうクズだよ。1日目からタバコと酒でシンプルクズだな、うん、マジで。土方なんか売ってねえんだから。売ってねえ、ただタバコアイコス交換しに行っただけだから。そうそう。いや、ちょっとマジで行って、ね、風呂入りたい方がいい。風呂とかマジで嬉しいな、ね、本当に。うわ、風呂嬉しい、マジで。沸かそう。石鹸はあるんだ。石鹸はあった。何？あれ？ぶち壊れてる？あれ？あー、いいね。こういうとこね。こういうのは、でも、こんなん絶対ない。関係ない、関係ない。弱くない？沸かそう。あー、溜めてるやん。溜めてる。待て。ちょっとごめん。玉浦見えました、今。ね。これモザイク入れないと、ここでも。これ絶対本番はもちろんね、YouTube 上では入ってると思うけど、なんでこれ生で来させたんですか今。ね。
いいね。うーわ。あー待てい。差を見えてた。芯が映った。やめよ。翔太でも、しかもでも嬉しい。俺らと一緒だ、翔太。かぶった。かぶった。ありがとう、翔太。翔太、ありがとう。ちょっとこれで俺、翔太を応援する気になったわ。ちょっと優しくするわ。やっぱ仲間意識が。でも、もうこれカメラ入ってること分かってるから、うん、普通男の意地っ張りだったら意地張って向くじゃん。向くね、向くね。かぶったままってことは、翔太これ自然体だ。翔太本気だね、今日。これ本気だ。本気だわ、これ。ああ、最高。どういうこと？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 どういうことこれ？YouTube の個人の YouTube の企画で背中にガムテープ貼って。やばいよこれ。キモいわ。あそこ見て。今多分向いてるよ。うん、今多分向いてる、うん。頑張れって文字もらう。頑張れもそういうことかなって思っちゃう。やんないよこんなこと。あれ待てい！翔太さ、山本貴弘さんに似てない？良くない。良くないね。眼鏡外したら。良くないモノマネ芸人ね。良くないとか言ってたのしたら、めっちゃ似てるわ、山本。めっちゃ似てるな。米炊いて、牛丼作って、飯もラーメン食いたいと思います。あ、いいね、いいね。一応、支給品がありまして、フライパンでしょ。醤油。塩コショウ。いただきます。ラーメンと牛丼うまそう。いただきます。この生活中は飯しか楽しみないもんな。いや、そうよ。うめえ。贅沢絞りレモンの方いただきたいと思います。これだいぶ羨ましい生活だけどな。ちょっと楽しそうだな。タバコもあるし。いや、これでも今だけだと思うよ、意外と。うめえ。いや、ちょっとこのまま頑張りたい。うん、ちょ、毎日パーティーしてえな、マジで。中泊してたやつだからな。これはやっぱり最高の寝床でしょ。どうかけろよ。うん、うん、うん。土方が持ち目で5000枚で買い物だから土方打ってないもんね、うん、買い物だけでプラス294枚だったってことか。でも買い物で300だから ちょいマイナスぐらい。今ので1日目が終わりと。1日目どうでした？いや、でもリアルにちょっとガーデンさんだいぶ過酷な企画を考えましたね。これまだ気づいてないよね、うん、2人は。見て分かったと思うけど、うん、やっぱそのまず相席食堂じゃない。はい、ね、相席食堂で連れ去られたところとかも、はい、あの水曜日のダウンタウン、はい、でこの生活、電波少年、はい、全部パクってます。これ全部のいいところをパクって一つにしてる。あとジャージはイカゲームで、イカゲーム、うん、あの指令はカイジ、カイジ。これね、俺思うのがもう無理ですけど、これ企画めっちゃ面白いんですよ、うん、あの崖スロソー。これ売れる前のモグラ対岡野見たかったね。あ、絶対おもろかったよ。つか、確かザマミー酒井とかね。あ、まあ、絶対おもろかった。もしかしたらでも分かんないけど、うん、その時やっぱザマミー酒井もやっぱ無名なわけじゃない。翔太、うん、も可能性はなくはないからね。そう、クズという意味では。翔太がもう3年後ぐらいに賞レース取ってる、賞レース取ってる可能性あるから。で逆に土方もめちゃくちゃ跳ねてる可能性あるから。 YouTube 魚卓みたいになってる。いや、魚卓さんになってる可能性あるから。土方魚卓みたいになってる。そこは多分受け継がないと思うけど。さすがに意味わかんない。魚卓って襲名性じゃない。襲名性じゃないから。あれ林家とかじゃないの、あれ、うん、こっからなんとか行こうぜ。漏れ返そうぜ。どうしよう、20万人のチャンネルで番組できるってやばいことやからね。発生するぞ、発生するぞ、発生するぞ。生き抜くことを考えてなかった。